演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのど満足うっすり揚げパンサンド卵を食べたいと思います。揚げパンにサンドって、なんかもうその時点で恐ろしいんですけど、結構有名感もありますし、ローソンとクロワッサンみたいに見えますね。中身はこんな感じでね。では、いただきます。合うには合いますけど、違うのはパンの方の芋。外のパンはいわゆるポップパンの揚げパンではなくて、やっぱり見た目通りクロワッサンやドーナツに近いちょっとふんわりとした感じの食感でした。でもやっぱり名前にある通り結構重くてですね、中の卵サラダはマヨネーズと風味が効いていて、程よく卵と混ざっていて、サンドイッチに入っているあのタイプでとっても美味しかったです。ただ何か別のものが欲しくなってしまう部分もありますので、こちらのベースとお作りいただきました。ロケットは卒業かな、旅立つのに。いや、旅立つならむしろロケットを使った方がいいかもしれませんけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。